キラリティ。キラリティ、カイララティは、三次元の図形や、物体や現象が、その共造と重ね合わすことができない性質。手のひら性。キラリティがあることを、キラル、キラルと言う。英語風の発音で、カイラリティ、カイラルとも言う。これらの語はギリシャ語で、手を意味する、ケアが語源である。手はキラルなものの一例で、 右手とその胸像である左手は互いに重ね合わせられない。右手の手のひらと左手の甲を向かい合わせたときに重なり合わないということである。一方でキラリティがない。つまり、胸像と重ね合わせられることを、アキラル、エイケイレルという。キラルな図形とその胸像をお互いに、例えば右手に対する左手を、イナンティアモーフスと言い,い、ギリシャ語で反対を意味する、イナンシスが語源である。 対手のひら性、対称性とも言う。対手のひらとは、右と左の手のひらの対を意味している。対称性と紛らわしいが、キラリティとは、共造対称性の欠如であり、むしろ逆の意味になる。幾何学的な図形のほか、分子、結晶、スピン構造などについて使われる。以下では、分子のキラリティを中心に述べる。立体図形の対称操作は、すべて、 N 回回転、シート、鏡 A、シグマの組み合わせで表せる。N 回回転、シートは N 回の回転で360度を回転して元に戻る回転操作で、つまりは360、N 度回転させる操作である。したがって、シートは何もしない操作でもある。N 回回転、シート、その軸に垂直な面での鏡 A、シグマを続けて行う操作を N 回回 A、 S, s という。従って一回回 a, s とは鏡 a に他ならない。一点を中心に図形のすべての点を反対側に移す操作を反転とい、e、い、I で表すが、これは二回回 a, s に等しい。このような対象操作とキラリティの関係は表のようにまとめられる。キラルとは s 軸を持たないことと同義である。鏡 a 面や反転中心を持たないことは、 キラルであることの十分条件であるが、必要条件ではない。あくまでも、解 A 軸が存在するか否かがキラリティの有無の、必要十分条件である。また、キラル図形は全く対称性を持たないもの、無対象と N が2以上の C 軸だけ持つものに、分類できる。科学におけるキラリティは、結合の組み替えなしには分子をそれ自身の共造に、 重ね合わせることができないという性質である。キラルな分子をキラル分子という。キラル分子は、ちょうど右手と左手のように互いに共造である一体の立体異性体を持ち、これら二つの異性体は互いにエナンチオマー、アナンティアマー、対手のひらからだ、対象体。対象体は誤り、あるいは共造異性体であるという。 エナンチオマーの投量混合物を出せみたいという、エナンチオマーの絶対配置を区別するには RS 表記法を使うが、アミノ酸や糖では絶対配置基地の化合物から相対的に決定される伝統的な DL 表記法も使われる。多くのキラル分子は不正炭素などの不正中心を持つが、不正中心の存在はキラルであることの十分、条件でも必要条件でもない。 口実。不正、アシンメトリーの意味は、無対象で、本来は、単にキラルであるだけでなく、回転対象性もないということである。歴史的には、主席産のキラリティを発見したパスツール、エルパスツールは1860年に、ディスシモトリという語を使ったが、英語とドイツ語に翻訳される際に、アシンメトリーとエイシモトリに変わった。 日本語ではアシンメトリーを不正、ディッシュモトリを不均性と翻訳してきた。しかし、不均性という言葉は現在あまり使われておらず、不正をキラリティとほぼ同義語に使うこともさわ。また、学術用語中科学編ではアシンメトリーに無対象という訳語を当てているが、無対象という言葉も科学用語としては現在あまり使われていない。工学異性体という用語は、 高校の科学にも出てくるが、物質を分類する方法としては、IUPAC では推奨していない。エナンチオーマー以外にジアステレオーマーを含みうるからである。メタンは4個の水素原子が正4面体の頂点に位置し、炭素原子はその中心に位置する、テトラヘドラル対象、T 対象な分子であり、アキラルである。この水素を一つずつ、 別の原子で置き換えていくと少しずつ対称性が崩れ、4個の原子すべてが異なるものになると、無対称で、キラルな分子となる。この時、元は T 対称の中心であった炭素原子を不正中心、エイセメトラックセンター、エイセメトラックセンター、または、キラル中心、キラルセンター、キラルセンターという。このように、本来は対称的なアキラル分子の構造が変化して、 キラル分子になったと考えたとき、元の対照的分子の対象中心、対象軸、対象面などが変化して、非対称な中心、軸、面になったという方から、不正中心、不正軸、不正面と呼び、これらを不正弦と称する。なお、ここでの対象中心は、反転対象の中心という意味ではなく、異なる対象軸の交点、不動点となるという意味で使っている。 不正中心、不正軸、不正面を定義することは、命名法の上で必要である。なお、不正中心、不正軸、不正面の定義としては、点の周りの空間、直線の周りの空間、面の周りの空間を不正に占有するときのそれらの、点、直線、面のことともされている。IUPAC では、キラル中心。 キラル軸の定義を、共像と重ならないような空間配置になるように、地換器をその周囲に持つ、A セット i ブリガンズ・イズ・ヘルド、a special リザルツ・イ g エ m ス n シャ h レインジェメント・ウィッチ・イズ・ノット・スパー・ポザベル・オン、イッツ・ミラー・イメージ・原子及び軸としている。通常の分子では、単結合は自由回転できるので多くの立体配座、コンフォーメーションを取り得、 これらの立体配座間で常に変化している。したがって、分子 R のコンフォーメーションのどれかと、分子 L のコンフォーメーションのどれかとが共造ならば、分子 R と分子 L は互いに大抵の平体である。だが高い立体障壁などにより自由回転が抑制されると異なる立体配座を持つ分子が、配在生体、または回転異生体、アトロープ異生体として分離される。 そして互いに共造である廃異イイ生体同士は互いにエナンチオマーとなる。前述のビフェニル誘導体や BINAP は方向間を結ぶ単結合の周りの回転が抑制されたためにエナンチオマーが生じたのでありアトロープ異生体でもある。またシクルファンなどの面不正化合物も不正面となるベンゼン間に結合する単結合周りの回転が抑制されたためのアトロープ異生体でもある。 キラル分子のエナンチオマーは物質量、結合のエネルギーは等しい。そのために、ほとんどの物理的性質、密度、融点、沸点、屈折率、熱伝導度などは全く同じである。しかし、先行性と、ある条件下での科学的性質、性化学的性質を含むが異なることがある。先行性は不正原子を有する分子の持つ、 電気層極子の構造が電磁波の変更面を変えるので、タイになる、キラル分子は絶対値が等しく政府が逆の変更性を示す。右回りに回転させる方がタイで、左回りに回転させる方が、である。それぞれ左線性、右線性という。しかしながら、線光性の強度、線光度や装置の検出限界などによっては、 キラル分子が見かけ上で、光学活性を示さない子もある。キラル分子のエナンチオマーは、アキラルな分子に対する反応性は全く同じだが、別なキラル分子との反応や、キラルな反応上下での反応、例えば酵素反応は、反応性が異なる。この性質は、有機合成において、エナンチオ選択性や不正合成に応用される。 機能性生体分子のほとんどはエナンチオマーを識別するので、機質選択性を参照のこと、二つのエナンチオマーの生理活性は非常に異なるのが普通である。アミノ酸や糖など生体分子の多くはキラルであり、原則として片方のエナンチオマーのみが使われている。非常に例外的に逆のエナンチオマーが使われている場合もある。地球上では、 アミノ酸では L 体、糖では D 体が主流だが、このようなホモキラリティが進化のいつの段階で生じたのかは科学進化上の未解決問題の一つである。キラル分子を用いた薬は高いエナンチオマー純度が要求される。例えばサリドマイドを考えると、R 体は睡眠薬や乗り物酔い止めとして有効な薬であるが、S 体は再帰性を持っている。 しかし、R 体、S 体を分離する、光学分割することも可能だが、R 体のみを服用しても、比較的速やかに体内で S 体に変化することが分かっている。このため、R 体が催眠作用のみを持ち、S 体のみが再帰性だけを表すという当初の一般薬理評価には、近年疑問が持たれている。孤立電子体、非共有電子体が空間を占めるとき、 キラリティが生じることがある。この効果は特定のアミン、ホスフィン、スルホニウム及びオキソニウムイオン、スルホキシド、カルバニオンにまで広がっている。主な要件は、孤立電子体は別として、その他の三つの置換機が互いに異なっていることである。キラルホスフィン配位子は不正構成において有用である。キラルアミンはエナンチオマーが、稀にしか分離できないという意味において特別である。 キラル中心の窒素反転のエネルギー障壁は一般的におよそ3 0ールマイモルであり、二つの立体異性体は室温で素早く総合変換する。その結果、トレーや塩基の環状構造のように置換気が制限されない限りは、こういったキラルアミンでは個々のエナンチオマーは分割することは可能である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。